真心水産で作っているのどぐろの開きはこの船で朝明朝4時ぐらいに漁に出かけて夜遅くまで漁してきます。こんな感じでのどぐろを干しています。いい感じで光が入ってきています。日光の光を浴びるとアミノ酸が増えてとても美味しい干物に仕上がっていきます。